可愛いものを使ったマジックをしてみたいと思います。じゃーん、お猿さんです。こちらに3本のロープと1本の棒があります。こちらの棒には1番、2番、3番と書かれています。今1番と書かれたロープにお猿さんがいることをよく覚えてくださいね。はい、覚えましたか。はい、この1番にいるお猿さん、なんとこちら背中の方を回しますと3番の方に移動しちゃいます。おお、もっと驚いてほしいんですけど。あ、では行きたいと思います。今3番のところにいるお猿さん、背中の方を回すとなんと1番に戻っちゃいます。はい、なんかありますか。1番のところにいるお猿さんが背中を回すと、はい、3番に移動しちゃいます。それあれですね、あの後ろでくるってしてるだけですよね。そういうことを言わないでください。やりにくいですよ。はい、はい、はい、では何番がいいですかね。1番、2番、3番、どこでもいいんですか。どこでも。え、1番以外に行けるんですか。え、2番がいいです。2番ですか。2番がいいです。2番がいい。はい、2番は本日お休みでございます。2番、どうしても2番がいいですか。どうしても2番がいいです。どうしても2番ですか。ちょっと頑張ってみたいと思います。ここに移動すればいいですね。はい、それではいきます。よくご覧ください。1、2、3、はい、2番に移動しました。